あ、出てきた出てきた。え、どこどこ、なんか真っ暗やねんけど。あ、ほら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 、あーあーあー、なにこれ、なにこいつ、ほらなにこいつ。マグマキューブどこにいたの今。やばいやばい、行った、お前見えない見えない見えない、やばいやめて。あー最悪。ごきげんよう、ごきげんよう。さあ始まりました放課後ゲーミングライフ、今回は私神山と浩二くんの2人でお送りしたいと思います。お願いします。今回我々2人でやるゲームはですね、はい、マインクラフトやっていきたいと思います。もうこのチャンネルではもう何度もやってきてますけれども、今回2人でプレイじゃないですか。はいはい。なんですけど前回ですね、森本慎太郎、うん、マインクラフト試練作っていただいたじゃないですか、うん、でそれぐらいやっぱ上級者の慎太郎から、うん、結構神ちゃんとやるんだったらこれをやっといてくれっていうちょっと指令をいただきまして。慎太郎から。はい、なるほどね。神山君とこれやっといてくれたら嬉しいなみたいな。あ、何か進めるようなことなのか。それそうなんでも僕も初めてマインクラフトで、あ、こういうところあるんだっていうのを前回経験させてもらったんで、これまでのマイクラでは見てこなかった。いやないです、もうあんな平和にキャンプ場作ろうとかじゃないです。もうあんな牧場作ろうとかそんなんじゃなくて、牧場作ろうとかじゃないです。もうちょっととりあえず今手荷物なんか持ってます。全部何もない。あ、何もないですか、うん、あ、じゃあその状態でいきましょう。え、捨て頃。はい、まず聞きますけど、ウォーデンって知ってます？何ウォーデン。この中にいるキャラクター的には一番強いキャラらしいんですよ。もしかしてそれがこの地下帝国に住んでたんですよ、うん、まさかの。はい、前回出したんですよ。おお、出たんや。で生存確認して、うん、みんなでボロボロにやられるっていうところまでやったんですけど、ちょっと紹介しておこうかなっていう。はいはいはい、まずウォーデン様を見に行こうという。すごいね、なんか石が。何これ、なんか、あ、これ何クルクルしてる、何これ青いの。それがウォーデンのあれなんですよ。もうえ、これな、これウォーデンのあれらしいんですよ。あれっていうのも分かんないですけど、なんかいっぱいあるけど。いやそれあんまり揺らすとウォーデン出てきちゃうんで。え、あ、音に反応してて。はい、なんでちょっとこっちついてきてください。こっちです。うわ、怖っ、緊張してきた。何をすれば出てくるの？どっちだろう。いや、何をすれば出てくるっていうと分かんないんですけど、うん、分からへんの。はい。とにかく音を立てると出てくるんですよ。わっ、あ、来た。え、何なんかわーってなってる。どこっすか？逆にどこっすか？逆にどこっすか？ちょっと一回戻るわ。え、あ、こっち、この奥。あ、じゃあそっちっす。この奥にね、なんかね、音立てたらさ、わーってなんかこう、輪っかみたいなのが出てきてん。あ、じゃあそれです。これ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 。 あ、それそれそれ。あ、来ました来ました。です、こいつです、こいつ。あー、出てくる。やばい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 。え、なんか出てきた、なんか出てきた。逃げてください。え、逃げてるよ俺、めっちゃ逃げてるよ、超逃げてるよ。あ、出てきた出てきた。え、どこどこ、なんか真っ暗やねんけど。あ、ほら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 。あー、なにこれ、なにこいつ、ほら、なにこいつ。やられた。見ました、なんか出してるやん。そうなんですよ、そのあれ食らったらもう一瞬でお亡くなりになっちゃうんで。え、マジ。はい。え、こいつを倒すってこと。いや、倒すのは、あ、やばい、いや、マグマに落ちた。え、なにあれ。あいつがウォーデンらしいんです。あいつがこのマイクラの中では一番強い、はい、とされてる。入れよ。出た。やばいやばいやばい。あ、行ってらっしゃい。あ、一発。パンチされましたね今。パンチされて一発やねんけど。後ろから見てました。一応なんか捨て頃であのパンチ試みたんやけど。あ、行け。全然効いてる感じせえへんねんけど。はい、ということで、うん、ウォーデンは紹介終了しました。それだけ。はい、一任務クリアです。まず一任務クリア。一任務ね、まず紹介ね、コーチ君の。で、続いてやんなきゃいけないことがあるんですよ。まだあるの。はい、なんあれ。え、あ、なんかガラスの。ちょっとあんま見ないでくれください。え、見たあかんの、はい、あれ。見ちゃダメです。見たあかんやつなの。とりあえず寝ましょう。一回寝る。はい、寝ましょう。
見てください。あれマジ何？これはですね、何これ、なんか浮いてるんだけど、何これ、マグマです。え、なんかマグマを量産できる、え、のを作ったってこと？作ったです。え、マグマ取ってきて黒曜石、ああ黒曜石、はいはい、黒曜石が必要になるときに簡単に作れるよっていうので慎太郎が持ってきました。これをの施設を作ったんや、これ。はい、でまだまだ足りないらしいんですけど、これは時間が経てばどんどん溜まっていく、溜まっていくらしいです。そんで、あのバケツ、水用と同じ容量で、はいはいはい、汲めばマグマが取れるらしい。すごいすごい。今回大変なあれは、僕たち踏み入ってはいけないという、うん、ネザーワールドというものに踏み入っちゃったんですよ。どういうこと、どういうこと、何それ何それ。ネザーワールド知らないですか、やっぱり。ネザーワールド、ネザーという別世界に行ける、うん、禁断のワープを作ってしまいまして、なんか知らない間にどんどんいろいろできるようになってる。そうなんですよ。で行ったらなんかね、あれだったんですよ、大変なことが起きちゃったんですよ。何、大変なことが起きた、はい、あの慎太郎でも無理だっていう、え、あの慎太郎でも、はい、バグじゃないんですけど、まれに見るトラブルみたいなのが起きまして。トラブル？ネザーっていうのは別世界に行けるルートのやつなんですけど、うん、それを作って同じ場所に帰ってくれる、帰ってこれるはずだったんですけど、うん、帰ってこれなくなっちゃったんですよ。帰ってこれない。どちょっとあんま説明ではよく分からへん。この枠出てた、はい、来たよ、来た、うわー来た、何これ、反対側に、何これ、え、なんか汗かゆの扉みたいな。そうなんですよ。何これ、え、これがネザーらしいんですよ。作るってどうやって作る、これを作ったんですよ。いや作るってどういうこと。あのこれ周りは、うん、さっきの黒曜石っていうのが必要で、うん、で囲ってんね、はい、黒曜石で囲って、うん、真ん中で火打ち石というものをやると、うん、火打ち石だっけ、まあ、チャッカマンって慎太郎呼んでましたけど、うん、火打ち石をやるとこのネザーゲートというものが出来上がるんですよ。とりあえず行ってみましょうか。まあ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 、ちょっと怖いもの見たさで。これってでもさ、戻ってこれるんだっけ？リスポーンした方がいいんだよね。またこっちに戻ってくる。そう、お亡くなりになるときは、あ、スタッフが別のゲート作って直しておきました。あ、直してくれたんだ。あ、ありがとうございます。ありがてえ。だ、戻ってこれるは戻ってこれる。戻ってこれるらしいです。じゃあ行ってみようぜ。行ってみましょう。はい。うわわわわわ、うね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 、え、なんかうにょ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 うとなって出てください。うわ、え、なんこれなんこれ、あ、こっちなんだ、キノコ、え、うわ、すげえ、え、え、なんこれ、あ、スタッフさんがここまで広げてくれてたんだね。え、そうなんですよ、ここが、え、なんか別世界なんですよ。こいつが、なんだっけこいつの名前、めっちゃ強いんですよ。倒すとどんどん大きくなったりとか、うん、あ、ちっちゃくなってったりとかするんですけど、うん、とにかく強いです。なにこれ、あ、見つかりました、こっち来てるで、めっちゃ強いですよそいつ。えい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 やー、捨て頃やけど、あ、倒したで、あ、なんかちっちゃなった、あ、やべ、俺やられた。マグマキューブだ、そう、マグマキューブね。なんかこの上ではめ技してたら倒せたで。何これ、で、そこのネザーのゲートあるじゃないですか、うん、そこのゲート入るとまた戻ってこれるんで、あ、一応戻ってはこれるんや、はい、さっきの高いところに、え、いた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 、なに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 、あ、マグマ出てきた。え、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 溶岩遊泳試みたらおなりですわ。戻ってきました。で、装備とかもいろいろあるので、うん、しっかりつけて、うん、ちゃんと整地しときましょうという、今行き来できるの大変じゃないですか。確かに。まずそれを簡単に戻ってこれるようにしません？じゃああっちに行った方がいいってことね。そうですね。だからリスポーン地もあっちにしといた方がいいってこと？でリスポーンができないんですよ、向こうに。え？ベッドが置けないんで。置けへんの？はい。なんで戻ってこれないんですよ。じゃあこれで
行ってみようと。あ、夜になりましたね。降りやすいように、とりあえず安全に行きません？安全にしといた方がいいってことやな、こうやって、はい、何？あ、マグマキューブや。痛いな、やろう。あ、やば、あ、やられちゃった、やられちゃった、やばい。ダイヤモンドのツルハシは、それはちょっと回収しといてください。わかりたいす、任せてください。やろう。あった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 。何泣いてるの？おらおらおら。うわ、やばいやばい、こんな目の前にいるの？やめてー。マグマキューブどこにいたの今？やばいやばいやばい、行った。お前見えない見えない見えない。やばい、やめてあー最悪。ちょっと待って、なんか始めたての時と比べると全然やってること違うな。もっとほんまにのほほんとしてたもんな。いや、俺もそのゲームが好きだったんですよ、本当は。え、なあ、のほほんとしてるゲームじゃないのこれ。はい、はい、だったんですけど、なんかわかんないですけど、好奇心旺盛なやつらがやると、あとアルバイトのカイトがいないと助けてくれないんですよ、うん、なるほどね。もう彼はほんまにもう優しいから、うん、何でもやってくれるしな。すごく助けられてるけど、甘えたらあかんな、ほんま。甘えたらダメっすね、自分たちでやってかんと。そうか、ダイヤモンドツルハシもあっちにあるのか。そうなんですよ。あ、一個だけ入ってますよ。いや、あっちにないかな、まだ。もうないか。行くだけ行ってみよう、戻ってこれるし。あー、見当たらんな。全然もっと下っすね。もっと下か。はい。あー、じゃあ無理だな。神谷くん、実はですね、うん、なんかネザーっていくつか作れるんですよ、ネザーゲートって。うん。で、僕たちもう一個作ってるんですよ。それはどこにあるの？それがさっきのネザーゲート入ったところのちょっと奥ら辺にあるらしいんですよ、うん、え、だからとりあえず入って、なんでそっちにちょっとチェストとかも作ってるんで。あー、なるほどね。そ、うおー、なんで。それを目指すっていうことね。はい、チェストありますね。これか。あったよ。あ、いった。なんか燃えてる燃えてる燃えてる。何？え、これ燃えてんねんけど、何これ何これ。え、じゃあこれ壊していいってこと？一回このネザーゲットややこしいんで俺壊します。あれ、なんか全然硬いんすよ。硬っ。黒曜石。じゃあめんどくさいからやめます。え、これ、あ、あ、取れた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 。めっちゃ時間かかんなこれ。はい、で、これを向こうに持っていきましょう。入ってきたとこに置いとけばいい。そうですね、そこにチェスト置いて、で、最後あれにしましょうか。じゃあ今ちょっとネザーゲート遠いじゃないですか。遠い。ネザーゲート家の近くとかにします。そうね、そうしよっか。とりあえず行きやすいように道作って、うん、そうしましょうか。そうしよう。ちょっと今すっごいことしてるんですけど。すごいことしてる？ああ、うわ、やべ、来て、イカだ、やばい、イカだ、やめて。イカってどうやって倒すのこれ。うわー、こわ。これもう下掘ってしまったらもう一発やな。うわ、こわ。あ、うわ、やばい。逃げろ逃げろ。これあれ、あれか、目合うとやられる感じじゃない？多分ね、目合ったらね、撃たれるんやと思う。やっばー、あぶねえ。うわ、撃たれた？はい、やばいやばい、マジでやばい、本当にやめてほしい。あ、やっぱそうや、絶対こいつそうや。うわ、やられました。ガスト。え、これ絶対そう、絶対目合うとやられる。これどうやって下作ります？どうしようね。とりあえず、あの、左側の方から回っていくしかないと思うねんな、俺。下の、やば、左が繋がってるから下に。なんで？いた！いた！ほら、やばいっす。ほらほらほら、ネザーゲートの出口にいますよ、あいつが。マグマ？マグマキューブが。ほらほら、もうやられる俺。ほら、やられた。え、やべえ、おい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 、なにこれこれこれ、やっば！めっちゃいました。何匹おんねんっていうぐらいいたんやけど。ネザーいけないっすね、俺今。8匹10匹おったで。
何これもういけないですね、これ。え、何が起きてんの。多分マグマキューブがずっといるんですよ。回収もう殴っとこう、常に。お、いけた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 、やばい、何匹、あ、やばい、やられた。2匹行きました。俺は今戦ってるよ。てかでかい、あのでかいのが2匹いるわ今。俺戦ってます。 OK、 1匹いった。そしてちっちゃくなるよね。あー、やられた。やばい、何匹いんの。やばい、でかいのがちっちゃくなって。やばいっす、やばいっす、やばい。ほら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 、なにこれ。いやもうカオス、違う違う、出てこないで、現実世界だぞバカ。おいバカ、おい、なんでだよ。ベッドの上に火起こすな、危ねえな、危ねえ。あー、体力こんだけ削られちゃったよ。あー、やばいやばいやばい。とりあえず、あの、閉じよ、これ。え、ちょっと待ってください。あ、出た出た。ちょっと待ってください。とりあえず、火打ち石と、うん、木石持ったんで、まあ、これで、閉じちゃおう。ネイザー、ドア作って。え、なんで、なんで、めっちゃおるやん。また来てるやん、こっち。あー、やられた。ちょっと待って、あ、待って、うぇー。ほんまや、こっち来てる。おー、やばい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 。やばい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 。火打ち石で叩いたってやばいな。慎太郎、助けて。慎太郎、ちょっとネザーちょっと大変や。どうします。いや、これどうしようもないよね。何を目的にします。ネザー作ります。一回亀山くん、それ全部装備着ちゃって、うん、通り抜けるってところをやればいいんじゃないですか。もしかしたらなくなるかもしれへんで。確かにそうですね。それでもよければ一回やってみろ。やってみてください。 OK、 これで剣を持って行くぞ。勇者行ってきてください。おら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 。こっちから見ると振るの早かったっすよ。あれ、やられてる、やられてる、めっちゃやられてる、やられてる。あ、やられた。あ、あ、ダメだ。あ、でもね、装備とか全部ね、こっち帰ってきてる。あ、本当だ、俺が取っちゃいました。なんか全部帰ってきてる。これどうしようもない。今回は非常に不甲斐ないんですけど、ここまでということで。いやー、でもネザーの恐ろしさが伝わったんじゃないですか。そうね、これはかなりちょっと難易度高めですけれども、はい、最初あれ何でしたっけ。オーベロンじゃなくてウォーデンにまず会いまして、ウォーデンに会いましたね。はい、怖いもの見たさで会いまして、はい、それぞれワンパンでやられまして、はい、そしてあともう一個やっておいてほしいっていうのがネザーに行って、あの整地をしておいてほしいということで、はい、ちょろっとだけ整地して、そうです、ね、あとはマグマキューブにリンチされるとい、ね、はい、マグマキューブにリンチされて、お前らはまだ来るなと言わんばかりにネザーゲートを占領されました。はい、ちょっと非常に不甲斐ないんですけれども、はい、あのやっぱりこれは経験者がいるときにやったほうがいいですね。そうですね、だからカイトと慎太郎 がいるときに引き連れて、そうね、また一緒にやりましょう、これは。はい、はい、まあでもこんな世界もあるんだということがね、はい、分かりましたのでね、不甲斐ないところをお見せして申し訳ありませんでした。はい、次はもっと頑張りますので、はい、はい、ありがとうございます。決して反省はしてません。はい、ありがとうございました。はい、この動画が良かったと思ってくださる方はですね、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。お気持ちだけで大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。またねー。